皆さん改めましてこんばんは。ホットレモンティーのカップに、ティーパックを入れ忘れておりました、ボギーテドコンでございます。今日は3月の5日、はい、もうあっという間に5日になっちゃいました。本年度もあと本当に25日ちょっとしか残ってないということで、何かとせわしくなる季節かなと思います。さて、今日はですね、昼間はさくらの収録で、夕方からは玄ちゃんの、ラジオの、はい、AD ということでかなりバタバタしておりました。さくらの放送も、玄ちゃんの、はい、ラジオが終わって見ようと思ったら、なんとお試し期間は終了しましたっていう非常なメッセージが出て、見られなかったっていうことで、自分が収録した番組が見れないというのはちょっと悲しいなと思った次第でございますけど、皆さんご覧になりました？今日の、はい、チャンネルさくら、3月5日号の沖縄の声、はい、見た方のちょっと感想を聞かせていただきたいなと思っております。別に極端な印象操作とか意地悪なことは言っておりません。オール沖縄のね、今度は新しいチャレンジについていろいろ紹介しましたけど、はい、コーヒーがなくて怒って逮捕されましたって何ですかね、コパパさん面白いですね。はい、トーマさんこんばんは。カータンさん見てないということで、はい、フォロンさんに、彼さんもお見えですね。ノリゾウさん、シンマンさん、はい、あと見た方、猫さん、後でまた感想を聞かせてください。はい、ラプタさんから徳のニラちゃん、はい、そして南大阪のアシコさんから、感想、マジで光線を変えましょうということで、そうですね、自分も番組作りながらちょっとこれじゃあなと思っておりました。はい、小杉さん、いつも特濃のニラ茶ありがとうございます。マジにニラ茶ちょっと飲んでみましょうかね、体にいいかもしれない。あ、ヤさんからも、ニラ茶届いております。菊右衛門からは拍手でございます、ありがとうございます。リルリルキトさんからは、ニラ玉。さて、今日も久しぶりに玄ちゃんのラジオで、はい、今日収録が終わって着くまでちょっと時間かかっちゃったんですよね。あ、メイさんどうも、ニラちゃんありがとうございます。トーマさん、ニラタバありがとうございます。はい、カノタンさんもありがとうございます。渋滞しておりまして、普通30分かからずに行くところが50分かかってしまいました。はい、おかげで玄ちゃんのラジオは途中から参加っていうことで、かなりバタバタしましたけど、どうにかこうにかできたかなと思います。そういった中で何ですか、パヨレンジャー全国区って、今からね、ピンク色の戦隊ものが出てたら、みんなでこう呼びましょう。パヨレンジャーつって、パヨレンジャー、パヨレンジャーですよ。はい、もうぴったりの名称じゃないですか、ね、パヨレンジャー。そして悪者役で出てくる連中はサヨッカーです。ショッカーじゃございません、サヨッカーですよ。あれはサヨッカー VS パヨレンジャー、どっちも左なんですけど、どっかでつながってるという、はい、つまりやらせ、はい、仕込みでございます。パヨピンクなんでこのパヨっていう言葉こんなおかしいんですかね。大きなはパヨクとかね、はい、大きなはサヨクでもいいんですが、パヨクまたちょっと面白くなるんですけど、石垣の場合はあれはもう完全に大きなパヨクですよね。パヨレンジャーでサヨッカー、はい、そして、偽物ミミィまで登場するという、とんでもハレンチな今日は、はい、姿を番組の中で流しましたけど、あ、そうです、はい、ブルーアイランドさん、はい、今度沖縄の方にお見えになるっていうことで、もうすでに警察関係など動いております。はい、カルガモさん、悪の狩猟がモルゲス、もう話が全く進めません。はい、
そうですね、二田尾君と大馬鹿太郎名古屋市議会議員中継してましたって、まあ、ありがたいっていうか、なんていうか許可出るんですね、はい、あ、それと言うこと機関銃さん、どうもいつもありがとうございます、はい、中村泰蔵さんからも徳のニラ茶が届いております。はい、ラプターさん、そうですね、10種類のポスター、まあ企画に合ってれば特に問題はないと思います。はい、宮城さんからは何ですか、このもっこりピンク戦隊って、もうや怪しいですね。はい、いや今日もバンバン行きますけど、今日源ちゃんとの、ね、ゲストの方が沖縄のある会社の会長さんでございまして、はい、あのその方と、まあ、沖縄のアメリカ油の話になりました。アメリカ油、皆さんアメリカ油って知ってますかね。アメリカ油っていうのは沖縄が祖国復帰する以前の米軍統治下のことをね、アメリカ油と言います。まあ、当時沖縄で流通してたお金は基本的にこのドル、はい、1ドルでございます。1ドル三木姉さん面白いはい、1ドルでございます。宮城さんも、はい、チップでよくもらったんじゃないかと思いますけど、1ドル今の日本円で言いますと100、そうですね、100円ちょっと、まあ、手数料引かれると、換金しますと100円ちょっとになります。はい、1ドル、今でいうとこのね、100円玉、私ポケット入ってますけど、そうだな、ポケットこれです。はい、これですよ、これ、ね、はい、うん、この100円玉と同じ価値のこの1ドルなんですけど、当時の沖縄でこの1ドルがどんな価値があったかというと本当にすごいです。はい、あの今日ちょっと写真をお見せしながら皆さんにご説明しますけど、まあ、当時の沖縄はアメリカ油で、どこに行ってもドルでございました。こういった時代ですね。はい、まあ、ボンネットバスが走っていたり、まあ、高い建物はございません。でアメリカ人はこの道路を作るときに広めに作りました。はい、広めに作っております。何もない焼け野原に広めに道路を作って、そこに町がどんどんできていったっていう感じでございます。これは復帰前の沖縄、当然右側通行ですからバスは、はい、あの今と全く逆の方向を向いております。まあ、こういったバスに乗って、これが大体1950年代ぐらいなんですけど、はい、この頃ですね、はい、まあ、自家用車持ってるのはもうお金持ちか米軍関係者だけでございます。これに写ってる会社もすごいレトロなね、今あったらもう私乗りたくなるような車ばっかりなんですけど、この頃浦添からこの那覇の方、今でいう片道、そうですね、約350円、380円ぐらいのバス賃、往復で約700円、はい、往復でこのバスに乗ってですね、浦添から那覇の方に行きます。はい、那覇の方に行きまして、何をしに行くかと言いますと、まあ、那覇の町でこういったところに行きます。まあ、当時あのテレビもそんなたくさん持っておりません。はい、あの沖縄で白黒テレビが普及し始めたのは大体1964、5年以降、白黒テレビですねが普及し始めております。はい、ですから一般の家庭っていうか、まあ、庶民の娯楽っていうのはこういった映画館で、かなり明日はどっちだなんて渋いですね、賢治の塔っていう映画もあったんですね。本当に見てみたいなと思います。馬車走ってました。そう、猫さん、マジです、馬車走ってました。私乗ったことあります。はい、こうやってあの浦添からバスに乗って、映画館に行って映画を見る、もうこの歩いてる人たちの格好を見るともろに昭和を感じさせますよね。はい、昭和ですよ、もう本当に昭和の匂い。しかし英語でね、ノーパーキングとか書いてるのが沖縄らしいなと思います。はい、そしてこういったところで映画を見た後ですね、またこういったところに寄ります。はい、もうなんかすごいいい雰囲気ですよね。ニューヨークレストランとか、はい、こういったところに寄って、
あの A ランチを食べたり、あと沖縄の人たちが一般的に食べてるのはこれ、まあ、今も一緒です、そばです、はい、おそばを食べる、はい、おそばを食べてあのビールを一杯飲んで、それからバスに乗って帰ってくる、まあ、概算しまして今の金額でだいたい 4,5,000円、はい、4,5,000円です、今の金額で、ね、当時の1ドルというのは今のだいたいお金の価値に換算しますとだいたい4000円ぐらいなんですよ、1ドルですよ、はい、今言った100円玉1枚がなんと今の時代の4000円の価値があったんです。いやすごいですよね、まあ、当時の為替レートでは1ドル360円、360円だったと記憶しておりますけど、まあ、今の価値に照らし合わせますと1ドルが約4,000円で、このタクシーなんかですよ、あのアメリカ人のお客さん乗せますと、まあ、料金がパンパン上がります。例えば1ドル25セントとかするとアメリカ人はあのタクシーの運転手さんに2ドル渡すんです。2ドル渡してお釣りはチップだって言うんですよね。景気のいいあのアメリカ人になりますと、はい、ちょっと上の人とかになりますと3ドルちょっとのタクシー料金に5ドル払ってお釣りはいらないって言うんですよ。お釣り取らない、手なんか絶対出さないです、もう5ドル渡してそのまま降りていく。そう、菊山さんウハウハですよ。だってね、あのチップでですよ、あの1日に10ドルとか20ドル稼いでるわけよ、チップだけです。給料と全く別です。例えば10ドル今のお金でいうと4万円ですよ。こんなのが毎日続くんですよ当時。どうです、まあ、あの今日源ちゃんの番組に出てたゲストの方ともいろいろ話をしましたけど、当時あの子供たちっていうか若い連中にすごい人気のあった職場がなんとガソリンスタンドだったっていうんですよね。そのガソリンスタンドもやはりお釣りは取らない、アメリカ人は。プラスその中でも一番人気がなんと洗車係だったっていうんですよ。洗車係がなんで大人気かと言いますと、アメリカ人の車ですよ、洗車をして中をあの掃除をする際にシートの下とかドアのね隙間とかにドルがワンサがあったということです。はい、25セント10セント、10セントって言うとこんなちっちゃいやつですよ、はい、10セント、はい、あと25セント50セント1ドル札、はい、そうです、給油の際にもチップです。そして掃除、はい、掃除をすると掃除をした分にもあのチップくれますけど、車の中にお金が落ちてる、できれいに掃除をするっていうね、あの一応理屈をつけてこのシートの下とかを全部あの外したりして、後部座席のシートとか外して見たりすると、そこにはもう本当に宝の山のようにお金が落ちていたということで、はい、いやすごいですね。まあ、当然今だとこんだけ落ちてましたよって返すと思うんですけど、当時のこの若者たちはもう返さない、みんなポケットに入れて持って帰ったと言ってましたね。いやいい時代ですよ、はい、でこれあの当時の、まあ、青春時代を過ごした方、あの、まあ、浦添の方から沖縄市、当時コザと呼んでましたけど、はい、コザは当時のコザっていうのはすごい賑わった町でですね、まあ、那覇よりコザの方がすごい賑わっておりました。こういう感じどうですか皆さん、この車もう本当にもうたまりません。はい、ボンドさんどうも連発でニラタバありがとうございます。はい、コザの町はもう賑やかで、はい、町の作りも本当にこういう感じでございます。どうですかこの走ってる車、この街並みイケてますよね。本当にこういったところにあのお酒を飲みに行く、で散々にこの散財をしてですね、あの無一文になる、すると沖縄市から浦添まで帰るというと
車でも約30分ぐらいかかります。そこをね歩いて帰らないといけなくなった時に何をしたかと言いますと、この米軍基地のフェンスのそばにある溝をですね舐め回すように見ながら帰った。すると必ずそこに1ドル札とか、ね、コインが落ちていたということでございまして、もう当時のまあ沖縄っていうのは特に1960年前半ベトナム戦争の頃が一番景気が良かったです。はい、もう特にこういった繁華街バーなんかではお金がもうね紙くずのように飛び交っておりまして、金庫なんて入らないもんですから、カウンターの後ろにドラム缶を置いてその中にお金を突っ込んで、そして足で踏んで踏み固めていたと。はい、で段ボールの中に突っ込んでる、こういうのは当たり前なんです。だから当時の沖縄の人たちっていうのはもうこの生きて二度と戻れないと、ね、覚悟をしてる米兵が沖縄で散在するもんですから、すごいもう景気が良かった。ですから当時で財を成した人いっぱいいますし、当時のアメリカ人すごいもう切符が良くてですね、まあ何でも持ってけと、釣りはいらんっていう感じで、もうほとんどの人がいい思いをした。で沖縄の人たち沖縄では泡盛があるんですけど、そう当時沖縄の人は泡盛飲まない、なぜか臭いし安いし臭いしっていうことで、何を飲んでたかと言いますと、今はいサンゴさんが言ってましたけど、洋酒です。はい、カティーサーク、ジョニーウォーカーの赤は普通、はい、ちょっとお金のある人はジョニークロといって、ジョニークロは非常に貴重品として、はい珍重されております。で一般の、まあ、庶民は米兵のね若い連中が飲むようなバーボンシーグラム7のハーフガロンのでっかいやつですね。はい、取っ手がついてるでっかい瓶を買ってきて、それをセブンアップとかコカ・コーラで割って飲むのが当時のトレンド。はい、そして吸ってるタバコ、年寄りはウルマとかバイオレットとか島タバコ吸ってますけど、当時米軍に勤めてたり羽振りのいい人たちは米軍から流れてきたウィンストン、マルボー、はい、そういったねものを飲んでます。そうです、ジャック・ダニエルも当たり前のように飲んでおります。コークハイ、日本本土で焼酎飲んでる時代に沖縄ではコークハイ飲んでるんですよ、ね、そして魚とね味噌汁でご飯食べてる時に沖縄の、まあ、一部では平気でステーキを毎日食べてる。当時のレストランの料金表を見ますと1ポンドステーキが1ポンドステーキが確か1ドル50セント、はい、洋目です。はい、洋目1ドル50セント2ドルしない金額で1ポンドステーキ買えてるんですよ、当時の価格表を見るとね。皆さん200円で1ポンドステーキどうしますか。冗談じゃないですよ。だからそういうね時代を、まあ、沖縄の人たちは経験をしてきた、まあ、つまりある意味本土よりずっとね豊かな時代を沖縄の人たちはやっぱり享受してきたわけなんですよね。当然街中もこのように人があふれ、で当時日本本土でもそんなになかったネオンの看板、はい、ネオン館の看板がね夜になるときらびやかに輝いて、もうある意味本土よりずっと豊かな生活環境がありました。そうです、波乗りカブロンさん、私はレッドでひどい目に遭いましたよく覚えてますね。はい、すごい沖縄豊かだったんです。そして豊かさの象徴としてこういったね、はい、プラザハウス、これ沖縄市に今もあります。これプラザハウスっていうのはいわゆるアメリカ人の奥様たちが集まる一つのショッピングモール、そして沖縄の裕福な家庭の奥様たちもここに来て、ここでロジャースという洋服屋さんがあるんですけど、そのロジャースで洋服を買ってつけるのが
当時の沖縄の女性の一つのステータスです。いやいや、フロンサウン、タウンプラザとは全く違います。プラザハウスでございます。今でも、高級品はロジャースでというね、年配の方々もおりまして、今でもこの店はございます。でどちらかといえば高級品を扱っているお店で、まあ、この沖縄来た時に回ってみたらいいかなと思います。そしてこういうふうに車みんな会社、もう今見たらもうすごいじゃないですか。もうこの中のね、数台本当に所有してみたいなと思いますよ。なんでこんな昔の車ってかっこいいんだろうっていうふうにね。そうです、ラプタさん、これめぐみ先生がお話してますけど、当時の沖縄っていうのはこうやって医療体制もやはり米軍がそういった衛生面を非常に気にしたために、結構ね、伝染病とかそういった、寄生虫とかそういったのもね、あまりないような、本当に清潔感あふれるところになっていました。医療関係も非常に充実をしております。そうです、塩坂さん、これ昭和、33年ぐらいですかね。はい、33年か37、8年ぐらいの間がこうです。37、8年以降はもう少し駐車場がきれいに整備されて、もっとアメリカンな感じになっています。そうです、古き良く時代、もう本当にね、当時流れてる BGM はコニー・フランシスとかだと思います。はい、もう本当に気だるいメロディーが流れる、まあ、そんな時代が、まあ、このアメリカいうの時代であり、道の交差点では信号のない交差点ではこのように当時巡査と言いました、巡査、まあ、沖縄の警察官がこうして立ってて交通整理をしておりました。で皆さん遠くになんか黒いものがぶら下がってるのが見えますよね。見えます、このおまわりさん、ずっと奥の方、空中に黒いのがワイヤーでぶら下がってるのが見えると思いますけど、これ何かと言いますと信号機です。はい、今でも基地内にあるんですけど、アメリカ式の信号機っていうのは電柱に立ってるものではございません。なんと交差点のど真ん中にぶら下げられているんです、信号機が。はい、当時の信号機、私の記憶ではね、色が4つぐらいあったような気がします。はい、結構縦長のやつが交差点の真ん中でブラ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 揺れていました。まあ、そんなのがまあアメリカ湯っていう時代でありまして、当時の沖縄っていうのは決してね、一般の人たちは裕福ではなかったと思います。はい、でもすごい心が豊かでありまして、そしてお金はないんだけど明日は今日よりずっと良くなるっていう、そんなね、前向きな気持ちを持って生きていけた時代が、まあ、このアメリカ。確かに革新とか左翼の人たちが言うようにアメリカの兵隊が悪さはしました、ひどい目に遭った人もたくさんいます。しかしそれ以上に沖縄にとってはやっぱり恩恵があった。沖縄のそのインフラ整備、あと衛生環境をね、どん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 やっぱり良くしていったのはこのアメリカ湯があったせいだと言われておりますし、まあ、当時の沖縄は、琉球政府というね、まあ、いわゆる、まあ、アメリカ政府の、まあ、直轄の政府があったもんですから、いわゆる保護政策のような形になっておりまして、まあ、アメリカの援助のもと、地場産業が非常に盛んになりまして、まあ、今とは比較にならないぐらい製造業がすごいね、起こった時代でもあります。はい、すごい製造業が栄えていました。まあ、今ではもうほとんどなくなってますけど、当時は清涼飲料水のメーカーだけでも10社近くありましたね。はい、私が大好きだったミスターコーラ、はい、ミスターレディとかじゃないですよ、ミスターコーラというコーラは確か1本 5セント、5セントですよ皆さん、コーラ1本5セントですよ、5セント今5円で何が買えますか。当時コーラ飲むのに5セントなんですよ。そして日系味の
あのくじを引くのが1セントで、三角形の、ミッキージュースという、はい、三角形のビニール袋に詰められたジュースがありまして、はい、これミッキージュースといって、これは確か1セントでしたかね、はい、子供たちのおやつでございました。あと納豆のくじがあったり、まあ、いわゆる沖縄では一銭町屋、県外では駄菓子屋といいます。子供たちが1セントを握りしめて駆けつけるから一銭町屋というふうに言われたと言われてますけど、そういったところは、まあ、子供たちの社交場となっておりまして、今でもその名残は残っております。まあ、ですから反対派の人たちが吹き前は、ね、アメリカの圧政下で県民はひどい目にあったと、本当に植民地として苦しんだんだっていうことを盛んに言いますけど、確かにそういう人たちはいたでしょう、ね、ひどい目にあった身内が事件に巻き込まれて亡くなった方もいると思います、ね、交通事故に遭って亡くなった女の子もいます。しかしそれ以上にこの沖縄の人たちはこのアメリカ流の中で、はい、アメリカ流の中でアメリカの文化に触れ、はい、そしてこの豊かさに触れていた、そして当時の日本本土とはもう比較にならないような豊かさを、まあ、謳歌していた時代でもあるんですよね。ですからよくお年寄りが名前よかアメリカ言うの方がマシやたっさっていうのは直訳しますと、今の時代よりアメリカの統治下の方がずっと良かったと、その時は暮らしやすかったという人も中にはいます。ですからひどい目に遭わなかったとは私は絶対に言わない。ひどい目にも遭ってます。しかしそれを凌駕するほど、まあ、沖縄の人たちはそのアメリカっていう国からメリットをね得ていた、はい、この基地があるゆえに軍作業という仕事が生まれ、まあ、沖縄の、この職業の中ではこの軍作業、軍で働くことは何よりも素晴らしい仕事だっていうふうにねもてはやされた。給料の他にいわゆる戦果まであったといいます。戦果です。まあ皆さん分かりますね、戦果。要するに基地の中で物資をかっぱらってくることが、まあ、当然のように横行していた。しかしそれをね、まあ、アメリカ軍は片目つぶってこうして見て見ぬふりをしている部分もあったっていうんですよね。レストランなんか本当に食材なんかも知らんぷりして持ち帰ったと言ってましたけど、まあ、そういうふうに沖縄の人たちはひどい目にも遭いながら、ね、そのアメリカ世の中でたくましくやっぱ生きてきた。その当時の人たちが何も言わないのになんで今になって文句言うたら食うたら植民地だ差別だ、ね、屈辱だって言ってるのは私意味がわからない。私自身も、生まれたのが1963年ですから、幼少期はドルです。お年玉は、5セントとか10セント10セントですお年玉は、はい、そういう時代に育ちました。で10セントを払えば馬車にも乗っけてもらいました。で私の周囲にアメリカ人がたくさんいて、ハロウィンの時にはお菓子をくれたり飲み物をおごってくれたりいろいろあったんです。まあ、そういったアメリカ人のね方々とね、今のアメリカ人何も変わらない。そういった人たちに対してヤンキーホーホームとかね、ゲラーレとか汚い言葉をね放って車の窓を叩く、そういった人たちは私許せないですよ。なんで同じ人間だからもっと仲良くしていいんじゃないのかと。沖縄はねこのアメリカのおかげで豊かになった部分があるのに、いつまでねガキみたいにね屈辱だ植民地だって言ってるんだっていうのが私の考えでございます。まあ今日は30分でございますけど、本当にこのアメリカ復帰前の沖縄がいかに豊かだったのかをね今日はお話をさせていただきました。まあ、いつかちゃんとしたまた資料とか私の幼少期の写真があったら、皆さんにお見せしながらまたアメリカへの第2弾でもやってみたいと思います。ということで今日は、これにて終了させていただきます。皆さんどうもありがとうございました。